効いたんじゃない？三上くんのことを起こそうとしてるんだけど、ほら、こう私の前を物が飛んでいくんだよね。これが結構迷惑だったりするんだけど、もっと簡単に三上くんが起きてくれればいいと思う。授業終わってるのに。だから一応教えてあげようとしたんだけど、ま、寝たいならご勝手にどうぞ。お、やっと起きたか。いや、思いつかなかった。それにな、俺は智也が寝てようと一向に構わんのだが、今坂さんに頼まれてたからな。ま、飯を買いに行くんなら早くした方がいいぞ。おい、トモヤ、今日は交番休みだぞ。おばちゃん、腰痛めちゃって立てないんだってさ。しばらく交番は使えないな。ああ、ほんとだ。事情が事情だから、購買が休みの間は外食も OK なんだってさ。ジュース1本買うにも外に行かなくちゃいけないなんて不便だよな。腰痛めちゃったんだって言ってんじゃねえか。立ち仕事で重いもの持つからな。もう昼休み終わりだぞ。次の授業古文だぞ。いや、別に止めないけどな。
おい先生来るぞっていうか、お前よく間に合ったな。遠慮しとく。それより今坂さんどうしたの？不機嫌そうだったけど。幼馴染なりの事情ってやつね。まあいいけど、それじゃお先に。本当にそんな凄まじいネタなの？ちなみにその噂って実話だよね。ある。昨日あの亀吉の話ってデタラメだったんでしょ？シンくんが全部白状したよ。知らなかったの？なんだ、あんな作り話を信じちゃうなんて、トモちゃんも意外と単純だね。そっか。
得だね。驚くべきことに、実は何だに、それってシンクのこと？アホ？まあルイは友を呼ぶって言うもんね。傍から見るとものすごい男子友に思えるけど、それって目が悪いってこと？だけどともちゃんが某情報筋っていう時はいつもしんくんから流れてきた話じゃない？そうだね。引きずり込まれちゃったりするの？じゃあどうなっちゃうの？それはなんと？はい？それって驚くとこ？
絶対嫌だ、絶対嫌だ、絶対嫌だ、絶対嫌だ。それで一緒にお風呂入ったの？そんなことしたっけ？昔から丈夫だったんだね、ともちゃん。ジュースかけやろうなんて言い出したのはどうせともちゃんなんでしょ。自業自得だよ。考えたっておかしいよ。なんでともちゃんそんなこと覚えてるの？エッチ。ううん、もういいよ。なんかもうそういう雰囲気じゃないし。それに七不思議よりももっと面白い話聞けたしね。っていうよりなんか懐かしかったんだもん。今考えるとあの頃ってすごく幸せだったんじゃないかなとかって思う。ゆえとともちゃんとあやちゃん、三人でいつも一緒だったじゃない？なんかすごく懐かしいよ。三人でいつも一緒だったじゃない？
何かご用ですか？